皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、新時代のプロフィールはドキュメンタリープロフィール動画をおすすめする3つの理由についてお話をしてみたいと思います。先日ですね、私のコンサルタントとしてのプロフィール動画が出来上がったんですけれども、こちらの方ですね、実は2年前にですね、ドキュメンタリープロフィール動画作家ドキュメンタリー動画作家って言えばいいのかな、の金沢月子さんっていう方にですね、万能教室の先生としてのプロフィール動画を実は作ってもらっていたんです。それでもともとまあそのプロフィールっていうのは皆さんがこうどういう観点で考えているのかというのはちょっとあれなんですけれどもね、私の中ではですね、プロフィールっていうのは、そのどこの学校出たとか、まあ、どんな会社にいたとか、そういう、こう経歴的なプロフィールではなくてですね、その人は一体どういう考え方をする人で、どういう思いを持ってその仕事に取り組んでるのかっていう、まあ、そちらの側面を、きちんと伝える形のものを私の中ではプロフィールっていうイメージでいるんですね。だからテレビ的に言うと、例えばカンブリア宮殿だったりとか、情熱大陸だったりとか、プロフェッショナル流儀とか、まあ、あんな感じのイメージです。私のそのプロフィールっていうのは。ですからそこにはその熱い思いがあったりとか、その人がなぜその仕事をしているのかっていうのって絶対に皆さんあるはずだと思うんですよね。それも当然私もコンサルタントをしている理由っていうのが当然あるわけで、そのあたりをですね、前回は教室の先生でした。で、今回はコンサルタントとしての高橋貴子が今何を考え、そしてどういう未来に向かって進んでいきたいと思っているのかっていうのをこうまとめたものですね。これが、まあ、ドキュメンタリープロフィール動画というふうに呼んでいる種類の動画で、その金沢月子さんの経歴っていうのが、もともとテレビディレクター18年やってた方なんですよね。ですから、私は彼女にその1本目の方の1作目を納品してもらった時に、すごいテレビっぽいって言ったんですよ、私。何でしょうかね、テレビっぽいんですよ。そのアングルの映し方とか、画面転換の切り替え方とか、人を飽きさせないようにして作ることができているので、すごいな、だからまるで自分がテレビの主人公とかね、映画の主人公になったような、そんな気分になるような、まあそういう面白い、楽しい、見ててワクワクする、まあ、私はもともとエンタメが好きな人なので、まあ、そういう動画っていうのを個人でも作れる時代になったんだなっていうことで、まあ楽しかったですよ。撮影も、編集も一緒に作っていったんですけれどもね。そのまあ裏話的なものと、あとはプロフィールが単なる言葉だけじゃなくてですね、その動画で伝えると、まあ、どういう点がいいのかっていう、まあ、その3つの理由と、あとまあ撮影裏話的なものも含めてですね、お伝えしていきたいというふうに思っていますので、今日はその話です。ではですね、まあ、本題に入りたいんですけれども、まず本題に入る前にですね、動画、どんなプロフィール動画ができたのかっていうので、15分ものになります。ちょっとね、長いんですけど、ここでそれをまず上映というか再生するような形にしますので、まずはそちらをご覧になっていただいて、でそれでどういうプロフィールっていうのは作っていったらいいのか、動画で作るんであればどういう観点から作ったらいいのかっていう、まあこれは私の方は技術的な観点ではなくてですね、何を伝えたいのかっていう、これを中心にしたお話にしていきたいと思います。技術的な観点はね、金沢月子さんに直接聞くなりなんなりしていただければいいかなって思いますので、まずはじゃあちょっと動画をご覧ください。自分がピンつけた。
府は使えない、使える、使えない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 、一眼レフは買ったばかり、買ったばかり、なるほど、史上稀に見るレベルの低さ。20前後ですね、うん、低い時もあるから、うん、平均にすると多分20とか、うん、そうね、やっぱりね、1日にね100から200は欲しいんですよ、はい、あ、数値目標ベースでやってた方がいいと思うよ、はい、幼少時代、まあ、小学校、中学校とかそれぐらいまでとにかく経済的には不自由でやりたいことができなかったっていう時代があったので、だから自由がずっと欲しかったということで、自由を追いかけ続けるっていうことが一番のモチベーションの源泉になってるので、じゃあ自由の限界はどこなんですかっていう話なんですけどね、限界ないですよね。ここまで枠が広げたらまた違う新しい世界が欲しくなって、また見つけちゃって飛んでいく、好奇心に合わせてどんどんどこでも気軽に飛んでいけるっていうことを考えると、どこでも行きたい、何でもしたい、だからいつでも楽しくやっている、だから下がるっていうこともないし、ずっと走り続ける、そんな自分でいたいと思ってるし、その姿を見せ続けることがそのまま停滞している人を励ますエールになるんじゃないかなと個人的に思ってるので、私は走り続けます。せーの、ミントちっちゃい、もうちょっとアップで言ってもらって、講習会ですか、研修会ですか、話が混じってされてるんだけれども、これ別の話なんですよ。で、はい、まずベーシックプロの改定って書いてあるのが、はい、変更、ね、今 ごっちゃになってたでしょ、はい、はい、ボイス付きプランに乗っかってくる人を探すの難しいでしょう、だって、あ、そうか、そうするとだから何でもできる人になっていくんですよ、はい、だから初めてでできないものは全部トライするから、はい、私の場合はだから、なんでみんなが私が何でもできるんですか的に言うけど、初めてで興味があるないしはそれをやらなくてはならないっていうものは全部やるからです、はい、だから結果できるようになるから次から全部できるから、うん、秋とか並んでないこと言ってちゃダメです。今入れたかったら今読むためには誰を読んでどういう内容なら来るかっていうのを超必死に頭しないといけないです。
先生はノウハウは教えてくれるんですけど、あ、やっぱりそのノウハウだけでは絶対ダメっていうことで、どんな風に行動すればいいかとか、行動するに至るまでのマインドの持ち方とか、ちょっとつまずいた時とかにそこを方向チェンジしてくれる心の持ち方、やっぱり全部心の持ち方をすごく重視して教えてくださるので、そういう面では自分のメンターですね。たくさんあるんですけど、まあ、話も面白いですし、難しい話をしてくれてるんですけど面白いですし、親近感もありますし、もうなんて言ったらいいでしょうね、質問もしやすいです。でも時々怖いところも勝手にちょっと思ってしまうんですけど、でもそれは冷静に甘やかすんじゃなくて、今の私の、気づかないところをきっちりと指摘してくださって、そしてそれをまた自分も受け入れて必ず行動すれば本当に結果が出るっていうところはおすすめしたいです。私自身として大切にしていることっていうのは、まあ、私の肩書きでもある非常識っていう部分ですね。常識で考えない、飛ぶ常識っていうことで、枠から、規制概念の枠から外れた形でいつも自分がワクワクすることをやっていけるような形で考えるのがいいかなっていうのが、まず私自身の考え方ですね。写真がありましたので、夏っぽい水槽バッグにするみたいなイメージからすると、竜宮城の乙姫様が女王様ですね。ようこそ。私がようこそか。ありがとうございます。こっちからの絵がね、すごいんですよ。はい、せーの、ハッピーハロウィーン。ハッピーハそれは、例えば私は本を書きます、そして写真も撮ります。で、今回音楽初めてチャレンジしました。3つの芸術をですね、融合したインスタレーションですね、その高橋貴子の世界観を表現するようなものを今後作っていって、でそれがそのまんま例えばコンサルとかに生きてきたりとか、そうじゃない部門で人を、まあ、感動させたりとか、あと元気にするような、まあ、そういう空間作りみたいなのをしていきたいかなっていうのが現在の目標です。ですね、高橋貴子社長を一言で言い表すならですね、もうこれはもう有言実行の人というのが一番、ぴったりかなというふうに思います。有言実行ですね。ただ有言実行といってもですね、2つあるんですよね、タイプが。一つは、もう、それは絶対できるよねという目標を、まあ、立ててですね、まあ、計画的にそれを実行していくタイプと、ちょっと自分が達成できるかどうか、ちょっとギリギリわからないっていう、そのギリギリのラインで目標を設定して、それを実行していくタイプでいると思うんですが、僕が言う高橋貴子社長の有言実行はこっちのタイプ、後者の方ですね。もう常に高い目標というのが設定されて、例えばですね、出版記念パーティーなんですが、第1回目が横浜ですね。で、2回目が大阪だったんですけども、その横浜と大阪の、横浜と大阪は1ヶ月しか期間が空いてなかったんですね。で、そうすると、まあ、横浜でもライブをされて、大阪でもライブをされたんですけども、普通はこれ同じメニューというかね、同じ、曲で同じアレンジでやるんですけども、高橋社長はそれ変えたんですね。1ヶ月の間にさらにレベルアップさせて、大阪でライブをされたということで、もう常にその、自分のギリギリいっぱいのところに調整し続けて、そしてそれを有言実行という形で形にしていくという方だなというふうに感じています。私のジャンル作りはやっぱりご自身が一番強みにされているジャンル、さらにスキルアップさせた、まさに高橋さんが2作目の企画を持ってきてくださったので、進化させたもの、っていうのが一番
まあ、作りやすくアピールもしやすいですね。でも、8組目にやっとできたんですよね。そうですね。OK、OK、OK、許可ですけども、値段が安くなって上げました。その時6000円ぐらいだったんですけど、上げなさいっていうと、自分を信じて買うのは、そして、諦めずにずっと継続していけば、必ず光が見えてくると。すべて一個一個やってきて3年か先に、本当に今やってきてよかったなって思います。はい、まあ、そんな感じの動画になりまして、どうですかね、いかがでしょうか。ご覧になった感想っていうのが、これまず、まあ、できた時にですね、私のクライアントさん、もうすでに私のクライアントになっている方ですね、その方たちに、まあ、ご出演もいただいている方も結構いらっしゃるので、見せて感想を伺ったりとか、あと男性の私の知り合いとか、起業家とか友人とかにも見せたりとかして、いろんな感想をいただいてます。で、なんていうんですかね、第一声で一番多かったのが、かっこいいって言われましたね。男女問わずにかっこいい動画だね。あとは、たかこさんらしいっていうのと、らしいと同時に
こういうプロフィールになる、まあ、動画として作られてるその絵っていうのは高子さんでないとそうならないみたいな感じのこと、要はパーソナル感がすごく私だっていうのがすごく色濃く出ている動画だったっていう感想と、あとまあ場面転換がすごく激しく変わっていくので飽きない動画で華やかなプロフィール動画ですね、見てて感動しました、面白いとかね、まあ、そういう声が多かったです。だからプロフィールを見て面白いっていう感想って面白くないですか？面白いっていうことはそういうふうにまあ伝わった、ないしはかっこいいっていうふうに伝わった、これはですね、文章の力ではなかなか及びにくいものがやはり動画の力っていうものはあって、だから私はこれからの新時代なんで、プロフィールはドキュメンタリー、要はその人の生き様ですね、それが出ているようなプロフィールがまあおすすめっていうふうに考えています。でまあ、タイトルがね3つの理由っていうのを私言ってますので、まずその結論から3つの理由から先にお伝えしたいと思います。まずドキュメンタリープロフィール動画がいいという1つ目の理由ですね。1つ目、個人の、パーソナルな側面が伝わりやすい、これが1つ目です。やはり動画ですのでですね、動いてます私、そして喋ってます、その空気感とか佇まいも含めて、あと発言とか、まあ、声のトーン、動き方、まあ、それも全部ですね、まあ、真実なわけですよ、そこに映ってる私っていうのが。ですからそのコンサルタントなんですけれども、もちろん講演のシーン、セミナーのシーンとかも結構映ってますけれども、そこだけじゃないんですよね、私の場合には。ですからそんな他の部分のパーソナルな一面が見れるっていうのは、このやはり動画だからこその魅力かなというふうに思っているのがまず1点目です。で2点目ですね、退屈しないで興味を持って見てもらえる、要はプロフィールっていうのは何のために存在するかっていうと、その人となりですね、その人は一体どんな人なのかっていうことをまあ伝えるためにですね、存在するものですよね。そうするとまあ伝える内容、もちろんいっぱい私ってこういう人間ですっていうのはもう伝えたいものがあったとしてもですね、興味を持って見てもらえなければ意味がないんですよね。そういう意味では退屈しないで見てもらえるっていう、それが文章も悪くはないんです、悪くはないんだけれども、よりその人らしさの本質が見えるから、まあ、楽しいとかワクワクするとか、まあ、そういう感想とかも実際に私の場合には多くてですね、それはなかなかコンサルタントの先生の動画を見て楽しくてワクワクするとかかっこいいとかってあんま感想聞かなくないですかっていう感じなんですよね。まあそこは私の個性でもあるところではあるんですけど、なので楽しみに興味を持って見てもらえるということは、自分という人間を覚えておいてもらえる可能性が高いですよね。いろんな人間商売、私もコンサルタントですから、私という人間がサービスそのもののプラットフォームになっているわけなので、私という人間が面白いか面白くないかっていうのもまあまあ結構大事じゃないですか。共感できるかどうかっていう、そういう意味から言うと興味を持って見てもらえるっていうのは非常にこう有利な点、しかも忘れられないっていう、何これこの人みたいな、そういうね不思議な感覚から見ちゃったらなんか忘れられないみたいな、そういうのっていうのはやっぱり動画の持つすごい力だなというふうに思ってるんですね。で実際にまあ2作目を作っているわけなんですけど、2作目を作ったってことは1作目が良かった、反響が良かったから2作目を作っているわけですよね。で1作目のパン教室の時に、まあ、ちょっとまあこれも非常識なパンの教室の先生っていうコンセプトで作っているので、まあ、いろんなことにチャレンジしている私の日常を切り取ってもらって動画にしているわけなんですけども、来る生徒さん、パン教室の生徒さんですよ、パン教室の生徒さんなんですけど、その動画を見て、パンを習いたいという理由ももちろんあるんだけれども、私に会いたいという理由で私を選んでくれた方が多くなったのが、その動画をホームページに貼ってからなんですね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、パンの技術そのものの
あの勝負でっていうわけじゃないです。もちろんパンの技術も気に入ってくれてる、出来上がるパンをそれが作りたいからって来てくれてる方とかも当然多いんですよ。多いんですけれども、そうじゃなくて高橋貴子さんっていう人がすごくあの飛んでて面白くって興味が湧くから、そんなパンの先生見たことがないから元気になりそうだから通いたい会いたいって言って来てくださる方がすごく増えたんですよ、その後。だからそうするともう他の教室っていう領域ではなくなってしまうんですよね。だから私がこういうハード系のパンをこう教えられるからっていう領域ではなくて、まあ、そのハード系のパンとか他に教える違う人がいたらそこに行くとか、そういうふうに比べられるものではなくて、私のパンと私という人間がサービスとして一体化していて、かつ教室の空間もエンタメになっているので、要はその2時間とか3時間一緒に習っていくっていう、そのこと自体がもうすでに何て言うんですかね、その人にとって価値があるものっていう形になるので、その価値があるっていうことに対して値段がついてますから、それをセットで買っていただいてるっていう形になってるので、ただなるパン教室ではないという状態を前回作ってました。でそういう形になるとお客様のロイヤリティっていうのが非常に高くてですね、まあ、忠誠心っていうふうに言うんですけども、あの私がパンじゃないものを教えたとしても、その人が興味がある領域だったとしたらご参加いただけるっていうことが非常に多かったんで、電子書籍とかを教えていたりとか、私が違うものを教えていたとしてもそれも興味があれば来ていただけるっていう確率が非常に高かったんですね。ですからあのパン教室なんだけれども、パン教室じゃないっていうふうに私は言ってたんですが、その人にとってまあ必要なもの、それが例えば翌月へのエネルギーだったりモチベーションだったりっていうことで、パン教室に習いに来て癒され頑張る元気をもらって帰るっていう方もいらっしゃったので、まあそういうものが伝わりやすかったのが前回のプロフィール動画だったんですね。なんでそれのやっぱりコンサルタント版も作りたいなというふうに思って作ったのが、まあ、今回のものになるので、興味を持って見てもらえるっていうことは忘れられない印象を付けられるっていうことですね。あ、ただもう一点言うと、それだけ人間性が出てしまいますので、ぼんやりした形では伝わらないということになります。ぼんやりした形で伝わらないということはどういうことになるかっていうと、その人が好きか嫌いかっていうのがはっきり分かれてしまうっていうことです。ですからそのパンの時も、あのそんな動画を作る先生だから好きって言って聞いた方と、当然いやそんなパン以外のことでそんな風にしている先生は嫌だっていう人といるのは知っていました。ただ嫌だっていう人はどの道私には会えないし会わないので、まあそれはどういう風に思ってもらってもいいかなっていう風に思っていたので、すごく相性がいい人だけちゃんと来てくれればいいなっていうふうに思ったので、当然私はその相性が合う人しかあのパン教室来てなかったので、みんなもそういうのが楽しがる人たちばっかりだったんで、いい生徒さん、要は自分にとっていい生徒さんです。いや向こうにとってもそういう先生として見てくれる人だけ来ていただいてたので、非常にレッスンも楽でしたね。似たような性質の同じタイプの、ちょっと変わったことが好きとか新しいことにチャレンジすることが好きな人だけが集まっていたので、そういう意味では楽しいあの教室運営はできていました。で3つ目ですね、あのプロフィール動画がいいという3つ目の理由ですが、親近感と信頼度がアップするっていうことです。喋っていて、文章ではないもうそのものの動き、あのその人間その人がどういうことを考えて発言するのかっていうことも、まあ、全部含めた状態で理解してもらえるので、やっぱ親しみが湧きやすいということですね。まあ、こういう撮ってる動画も全てそうなんですけど、あの私のセミナーに来る方っていうのは結構私の動画をたくさん見てから来る方が多いので、あの現物とそのセミナーの、まあ、現物とっていうか、動画の世界とそのセミナーの世界がそんなに変わりがないっていうことで安心して聞いてもらえる、このこういうお話をする人だったらきっと私のこういう問題を解決してくれるに違いないという、まあ、親近感と信頼度ですね、両方ともアップするっていうのがあのこの
プロフィール動画で撮った場合のメリットかなっていう感じになります。ですから主にまあこの3つが動画、プロフィール動画として作っていく部分においてはおすすめする理由ということになります。でじゃあ実際に撮影ですね、まあ、今回のもの、2年越しで作ったんですけれども、2年間で前の時はですね構成を先に考えてそれに必要な絵を用意するっていう撮り方を前はしてたんですよ。それでも半年ぐらいな感じでしたかね。で今回は2年間分になりますので、2年間ずっと金沢月子さんが、別に私に超密着をしたわけではなく、もちろんつどつど一緒になるようなシーンとかプロフィール動画に良さそうかなっていうシーンは撮ってもらってはいるんですけれども、あとは自分で撮っているないしは違う生徒さんが、撮った時とかの画像とかも全部ですね撮っておいて、写真ももちろんいろいろとありますからそれも撮っておいて、それを渡しながら、逆に今回は構成を後で考えるっていう形だったんですね。で構成を後で考えたんですけど、当然私の特徴が見える形での構成組にしなくてはいけないので、柱を5本立てた形、見ていただいたようにですね5個の私の側面を切り取った形での動画を撮っている形になってます。まず一つ目はビジュアルデザインマーケティングっていうことだったので、その見た形でですね人をもちろん楽しませるっていうことと、自分自身の印象ですね、インパクト、印象付けをしてもらう、面白い人だよねっていうのを分かってもらうためのビジュアル戦略ですね、それがどういう状態でやってるのかっていう裏側面と、あとは実際にウェブサイトを作ったりとか、していく上での、デザインソフトを扱えるよっていうのを、見せる、ウェブもやりますのでね、フォトショップとかいうのも扱ったりとか写真も撮ったりとかしますので、そういった側面とかが垣間見えるような、そういうデザインっていうものの高橋拓子の特徴っていうものが分かるように、構成していってるのが第一部になります。で第2部の部分に関しては、この右脳と左脳ですね、これを両方使っていって、見せていくっていうことができるのが私の一つの特徴なので、計算的な、左脳を使う部分、経営の数字の話とかですね、そういった、女性が主に弱いと言われているところの側面でどういうアドバイスを実際にコンサルセンサーにしているかみたいな、そういうシーンとかがあったりとか、あと右脳の方はデザインになりますので、それは一章とかぶってくるのでそこはそんなにはしてないんですけれども、数字の話ですね、そういう形によって左脳をどう使ってっていうふうに見せてってお話をしているかっていうのを見せるのが、2章になってる。これも両方とも同時に扱っていくっていうのも、一つ私の特徴なので、これを見せていくっていうのが、2節になります。で3章3節の方はですね、テーマ3のところに関しては今度は画伝系のタガ語録って言ってですね、見た目を楽しくしているのはですね、中身で喋る内容が結構ガチな内容が多いんですよ。でマインドを整える、マインドを鍛えるっていうことも、私のコンサルティングの一つの特徴になっているので、その弱いマインドではですね前に進めなくなってしまう場合があるので、それをなんでそう考えているのか、どうしてそう思うのかっていうことも含めてですね、ご自身の内観していただいて気づいてもらって、自分の力で前に進んでいただくように手助けをするっていうのが私の特徴です。だから若干厳しめな話もする時もあります。もちろん毎回ずっと厳しい話ばっかりじゃなくて、もちろん笑ったりとか普通にしてる部分もあるんですけれども、結局道を整えて進んでってもらうようにしなくてはいけないので、それを指導するのも私の役目だと思っているので、そのあたりの側面とかが特に分かるように、タガ語録っていうことでまとめて、そういう言ってるシーン、結構厳しめな、ね、言ってるシーンとかが多かったりはしているんですが、基本的にですねコンサルタントの役割っていうのは、作家の
釣りに、これもまたよく例えられるんですけれども、魚を目の前で取ってあげちゃって、お腹が空いてるその人に魚を渡すことがやる仕事ではないんですよね。魚釣りの釣りの方法を教えるのが一生その人が食べていける、スキルになるので、魚を渡してしまうと、それはその人はその時は お腹満たされるかもしれないですけど、釣り方が分からなければその後一生食べていけないですよね。ということは魚を渡してしまってはいけないんです。だから、私がそのクライアントさんの代行集客をしてはいけないということですね。みんなでやるこう大きな催し物の時とかは代行じゃなくて全員を紹介するからっていうことでやるのはありますけど、誰か特定の人一人を代わりに集客してあげるってことはしてはいけないっていうことです。その人が辛くても自分で考えてちゃんと自分で前に進む方法を、まあ間違ってない方法でですよ。でそれが相談された時に、いやそれ違うでしょうっていう時とかもあるんですけれども、それを知っていただく思考を身につける、だから依存させないコンサルタントだっていうのは私の特徴なので、自立すれば当然離れていく時は離れていくでしょうし、そこに居続ける理由があるとすれば、私が進化し続けますので、その進化を追いかける形でずっといることにメリットを感じる方はずっといるという、そういうような形になるやり方をしているので、まあ、そんな5、6がまとまってるっていうのがまあ3つ目ですね。で4つ目が、エンタメライブセミナーということで、単なるセミナーでは面白くない。要はノウハウを教えるのはある意味当たり前で、そこに楽しさがなくてはいけないということで、まあ、衣装で見てもらうっていう楽しさもありますし、最近でいうとサックスもセミナーにパーティーと大体くっつけて入れてくることが最近大掛かりのやつは増えてるので、そこもやっぱエンタメで楽しんでもらうと頭にね、脳に入っていくっていうデータもあるんですよ。そういう楽しいという記憶とともにノウハウとか勉強のこととかっていうのがあるから、ですから、まあ、私のセミナーはお酒とかも OK ですし、ご本人がねグタグタに酔っ払って全く頭に入らないっていうんであれば、まあでもお金払ってるのご本人なんで別にそれでもいいんですけどね、リラックスした、ね、そのノウハウが出ている状態で、まあ、楽しく聞いてもらったらいいかなというふうに思っているので、音楽とか、まあ、食事を大体融合しているのが私のセミナーになりますので、だからエンタメライブセミナーっていう章があって、まあ、それを特徴づけるものとしてやりました。で5節目ですね、ここは非常識の世界観ということで、まあ、いろんなことにチャレンジをするので、従来型のコンサルタントとしてこうあるべきっていう常識がないので、いろんなことをやっています。でそれをまた見続けて追いかけ続けるのが楽しいっていう人たちが私の元には集まってきているし、いわゆるコンサルタントとクライアントっていう関係、通常は上下なのかもしれませんけど、上下の部分は指導するときには上下になりますけれども、一緒に遊ぶときにはフラットになっていますので、まあ、一緒に遊んだりとかも普通にしますね。飲み会とか旅行とかも行きますし、でそれと同時に私とその人の関係というのは個の関係で、例えば深く折りをしていく縦の関係だとしたら、そのメンバー同士の横のつながりですね、これのコミュニティも作りたいというふうに思っていたので、横のつながりを私の座として提供するっていうことで、さらに相乗効果が皆さんの中で上がっていったらいいなという、そういう感じでやっているのがそのグループの、内容になってきます。ですので、従来型ではない新しい組織の作り方っていう形で動いているっていうのを見せるために、まあ、必要な絵がたくさんあって、必要な写真が分かりやすく伝わる写真ないしは動画、金沢月子さんの視点で切り取ってあるものがつながっているのが今回のプロフィール動画になります。前作同様ですね、本当にテンポよく仕上がっているので、彼女の視点のすごいところはやっぱりそのテレビっぽいテンポの良さと画面転換と切り替えの、
その速さですね。あと私が渡した膨大な動画と写真をどれを使ったら印象に残って、どれを使ったらその内容が端的に伝わるかっていうのを見抜いて編集することができる力、これが非常に特徴的だなと思っているので、単なる動画が喋って、動画で喋っているものをつないでるだけではない、動きがあってその人らしさが伝わるシーンを上手にこうつないでてくれてるなっていうところが大きな特徴なんで、その視点はやっぱりディレクターの視点だなと思って見てました。ですのでプロフィールが、どういう意味で必要なのかっていうのはまとめますと、その一つ目が、個人のパーソナル側面が見えやすい、伝わりやすいっていうこと、二つ目が興味を持って見てもらえるということは忘れられない、覚えておいてもらえるという効果がある。で、3つ目は、親近感と信頼度がアップするという、こういう効果がありますのでですね、今までずっと文章でしかプロフィールを作ったことがない方っていうのは、これを機会にですね、動画、私のこういう膨大なのはできないにしても、そういう自分を伝えるためにどういうシーンがあれば伝わるのかなっていうのを思って、自分でまずはトライしてみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、紙文章から動画へのおすすめということで、本日のお話はプロフィール、ドキュメンタリープロフィール動画のおすすめというテーマでした。それでは。